今日は料理動画行きたいと思います。引っ越しがね、押し迫ってまして、冷蔵庫にあったもんで、息子の朝昼兼用のご飯適当に作りたいと思います。びっくりしますよ。引かないでくださいね。普段こんな感じでやってますっていう感じでやりますので、もう今日もえぐいことになってますので、ここから下で今日もお願いします。いきますね。今日は冷蔵庫にあったやつで組み合わせてやろうと思うんですけど、これ豚肉、それとキャベツ、それとブナシメジ、それから大豆もやし、ね、オーガニック、ちょっとだけ健康を意識してね。こんな食材で、まあ焼きそば風、そばないですけどね、野菜炒め風作って、まあ、ご飯と一緒に食べようかなと思います。できるだけ包丁とまな板は使わないでさっと作るっていうのがね、私の料理です。一時期はめちゃくちゃ凝ってね、料理本買い揃えて一から順番に作って、もうねこねて巻いてまとめてなんか寝かして焼いてなんか塗ってってやってましたけど、もうそういうのねやめました。それもねミニマリストかなと私は思ってます。料理好きな方はねいいんですよ。私は一時期ハマってた時はやってましたけど、基本的に美味しいものは外で食べるっていうね、そういうスタンスですので、じゃあやっていきますね。いつもはオリーブオイル使うんですけど、オリーブオイルがね切れてまして、引っ越し前やからね、アマニ油、オーガニックの、これはヨーグルトを食べる時とかにちょっと垂らして生でいただくやつなんですよ。でこれはね加熱すると、なんだろう、酸化なんかねダメなんですって。だから生で食べるんですけど、もうねしょうがないので、何にもないから油分が、もうね豚の油はあるんでね、ちょこっと、ここの色が変わったらとかそんなん全然気にしませんから私。でこれをもうそんな下処理とかもしませんよ。これをこのままっぽいです、ぽい、もう固まったまんま。ぶなしめじ、これをねさっと洗いますね。ボウルとかも使いません。この辺の置いてあるお茶碗、これにこの部分、ハサミ、このシンクのところでチョキチョキですよ。これほらチョキチョキ切ってこうか、はい、これをもうね手でほぐして入れますよ。ここ普通か、普通ですかね。そう、こういう感じで入れまして、ここに残ってるやつもこい、これでちょっとこういう感じで適当にひっくり返しといて、でキャベツ、これもざっと洗います。これね昔は塩水につけたりとかいろいろやってましたよ。一枚一枚剥がしてね洗ったりとかしてましたけど、体のこと考えてね、ちょっとね体調が悪くてもう寝込んだりしてた時期も長かったんでね、最近はちょっとマシですけど、今はちょっとこんな感じで塩コショウ、これでも美味しいんですよ。甘塩、味にムラがないって。ほんでね自分で勝手にガーリックの粉とかねブレンドして入れてあるんです。何でも混ぜるのを好きなんですよね、ブレンド、ブレンドマニア。これをねこれをかけます。塩コショウとニンニクのパウダー、これをかけます。ほんまはいろいろねあったらかけるんですよ、ないんでもうこれだけでね。これもうこうですよ、こうハサミも使わない、手でちぎる、ね、アウトドアスタイル。アウトドア全然しませんけど家でアウトドアスタイル。水もあっちこっち飛び散りますけど気にしない、バリバリやる。硬い、こんなんね無理無理いつもやってるから、ここのね親指のとことか腱鞘炎なんですよ。これね遺伝かもしれませんけど、うちの親もね母親も
親指ね変形して曲がってるんですけど、もうね手が汚いんです。私も大きくて男の人みたいで、だからあんまりこういうのね恥ずかしいなと思ってたんですけど、もうね YouTube 5日目6日目にしてもうねなんかどうでもよくなってきました。もうええわ思ってすいません。はい、もうこのね芯の芯もうここまでいきますからね。芯結構好きなんですよ。さすがにここはねこれはゴミ捨てますね。ちょっと混ぜといてね、下が焦げるんで適当ですよ。はい、これで蓋今度終わりあ、そう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 、あ、まあいいや、もうちょっとしてからね秘密兵器がありますから。で、これもやしね、これもザルに入れて洗うのめんどくさいんですよ私。ここに今何してるか、袋の中に水入れる、これシャカシャカシャカですよ、シャカシャカシャカ。でもじゃーっとここねシンクで流します。でこれを、まあ、気になるようやったら2、3回繰り返してお水たっぷりめに入れて、蓋というか縛ってシャカシャカシャカ。でこのままね、コツはゆるく握ってじゃあ、こんな説明してどうすんねんって感じですけどね、誰もやりませんよね。若い男の人とか料理苦手な人どうですか、こういうの。いいですよ。はい、これで水切ったもやしできました。これをねあのべちゃべちゃにならないように最後キャベツが柔らかくなったとこに入れますから。ジュージュー言ってきましたね。火もちょっと強めようかな。はい、塩コショウが少ないからもうちょっとかけとこうかな。じゃじゃじゃっと、意外と私は味ね、あの味付け薄味の方やと思ってるんですけど、どうですか皆さん、かけすぎって感じですか。食べたらそんなにね味ないですよ。これにまだねみんな息子とか旦那はタレをね味見する前にタレをかけますよね。主婦が一番嫌がるやつ、味見する前にタレやソースかけるっていう人ね。男の人気つけてください。一口食べてからですよ。でちょっと柔らかくなってきました。でここで、まあ、こういうこれいいんですよ。これヘラ、ゴム製のヘラなんですけど、ちょっとスプーンみたいになってるの分かります。これでこうすくってこうやりやすいですよ。これもあの取り分ける時も使えるし、ヘラとしてね炒め物にも使えるし便利です。はい、いい感じ。はい、これにちょ急ピッチでいきます。これ秘密兵器って、これ魚の缶詰、これ栄養のためにねなんか適当に入れます。あれもサバだったりイワシだったり、これに汁ごと入れたりするんですけど、今日キャベツの汁が多いからちょっと汁は切ってシンク でこれイワシのね、これ入れます。こうでもしないと息子が魚食べないんで、まあ、刺身とかね、あとまあ好きな魚ブリとかそういうのはあるんですけど、あんまりねこう煮魚とかそういうの食べないんですよ。でこういうお肉と一緒にごまかして、でこれ中にこの生姜とかこうひっついてるじゃない、こういうのも無駄にしない、ね、お料理に使う調味料の代わりです。これねいろんなこのほらこういうついてくるやつあるでしょ、こういうのを貯めてあるんですよ。これミニマリストはあるまじき行為ですけど、私はこれ使い切るんで、いるんです。でこういうの納豆のタレとかこの醤油とか切れてる時にねこれ使います。はい、こう混ぜるの、ちょっと魚はねごまかすために、でこれでねほぐします。でもうもやし入れんと間に合わへん。はい、もやしドーン。このね大豆もやし、この豆これがついてるのが好きです。美味しいでしょ、コリコリしてこんな感じ。もやしはねあんまり
ぐじゅぐじゅになったら美味しくないから最後ちょっとでいいですかね。ほんでね、私もこんなとこで拭いてる。好きなのが山椒。あのこれ全部体のためにやってるっていうのもあるんですけどね、このイワシはあのコレステロールを下げるとか、あの認知症予防とか、まあ息子の頭がちょっとでも良くなったらええなとかね。この山椒は腸をね癒してくれるんですよ。この傷んだ腸を治してくれる、なんかいろいろ効能効果あるんですよ。私は腸のねために山椒を、味も好きなんでこうやってたっぷり入れました。この塩コショウのこのね塩もこの甘塩の体に悪くないし、ニンニクもがん予防になるしね。で一応ね缶詰の中に生姜も入ってたから体も温まって、生姜はね食べ方によっては体冷やしたりするんで、この場合の生姜はどっちかなわからないけど、あの蒸し生姜がいいですよ。蒸し生姜が体ね温まるんで、はい、こんな感じ終わり、以上です。こんな感じです。おはい、野菜たっぷり、これを息子に食べてもらいます。でちょっとね蓋をして最後味をなじませて終了です。でこれねこの後ちょっと試食してみたいと思います。これね昨日炊飯器で適当に作った炊き込みご飯なんですけど、これをねチンして食べます。キノコ入れてた茶碗でやりますよ。もう洗い物を増やしたくないんでね、これチン。この電子レンジもほらパナソニック、パナソニック好きです。うちねあの食器棚ないんですよ。どうしようかな、ピンクとかにしてみましょうか。ピンクのお皿、このね下に引き出しあるじゃないですか、これに食器を入れてます。はい、いい感じにこう味馴染んでると思います。多分このさっきのこのさじ、ヘラか、ヘラであの息子の嫌いなこの辺、あの芯のあたり、これ私のねご飯芯のあたり私食べますから、芯のあたりが私は好きです。ブロッコリーのねあの茎とかね硬いの好きです。こう食べてこの辺のもやし、そんでまあお肉はね固まってる、固まってるのもこうです、こうヘラでこう崩す、ひき肉とかもこうですよ、もうまとめて入れてヘラで潰す、あのミートボールみたいにねこう作るんです。お肉、お肉はね息子の担当なんで、あ落ちた、お魚とかしめじ、キャベツの新担当私、はい、こんなもんでいいか、落ちました。はい、これでもう出来上がったんで隙間開けてねすぐ冷まします。ぬるい温度のままずっと置いてたら菌が繁殖するとか言うじゃないですか、これ分かんないですけどね、あのカレーとかウェルシュ菌でしたっけ、そういうのすごい気になるんで、作って出来上がったらもうすぐ冷まします。これ昨日のこれはね、おう、セブンイレブンのネギが余ってたやつと、サバの缶詰と、あつ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 、こう握るみたいになってる、あ、かつお節入れて炊きました。玄米が3分の1ぐらい入ってます。汚っ、こんなんでいい？はい、出来上がりました。なんて言ったらいいのかな、カツオの炊き込みご飯、野菜炒め添え、イワシ缶入り、なっかいタイトルで。それではいただきます。これね、もう私ほとんどここに立って食べるか座って食べるんですけど、これ座ったら顔映りますよね。ピアノの椅子があるんですよ。椅子もね買いたくないのでピアノの椅子をね代用してます。これモザイクね、モザイク、これも引っ越して綺麗になったらまたお見せします。
いいんですけどね汚いのリアルですから。はい、まあ、これちょっとお揃いじゃないけど、これね私のお気に入りの韓国のスプーンね。これスッカラって言うんでしたっけ。お箸はなんていうのかな、名前わかんないんですけど、この韓国のこのステンレスのセットをね愛用してます。衛生的でしょ。木の箸ってあの締めるじゃないですか。でこうちょっとカビ生えたりするでしょ。もうそれね捨て時替え時がわからんので、もう常にこの韓国のねステンレスの愛用してます。だいたいねもうここが私のテーブルですよ。ここが私の定位置。引っ越しの段ボールとか映ってますけどね。じゃあこれ食べてみます。いただきます。あ、もうビールとか飲みたいとこですけど、炭酸水飲もうかな。今時間はね10時半、朝の朝昼兼用です。これ食べてね引っ越しの準備しなくちゃいけない。あービール飲んだ気分になりますよ。いただきます。うん、ちょっと薄すぎるかな。まあでもこんなもんがいいかな。ご飯、うん、舌噛んだ、舌ちゃう、この唇の裏噛みました。喋ろうと思ってまたハプニングですよ。もう血の味はします。それでも食べます。リアルのねクッキングはだいたいこんな感じです。簡単にできるね料理をやらないと続かないじゃないですか。あまり紹介できるような内容ではありませんけども、たまにはこういうお料理のね動画もやっていきたいと思いますんで、チャンネル登録とよろしかったらグッドボタン、コメントもね残してくださると嬉しいです。それでは